この台本の面白みは、歌舞伎の女方の成り立ちを自ずから封したようにできていることで、庄司が実は男であるというのは、万菊が実は男であるというのと変わらない、異ならない、そればかりではない。ま、女方の万菊がこの役を演ずるためには、男でありながら女方である彼が、その日常生活の操作を二重に重ねて舞台の上に展開せねばならない。本来の立ち役の演ずる弁天小僧の娘姿方のような単純なものではない。そして万菊はこの役に大いに興味を抱いていた。万菊さんの役は全く女で言っていただいていいのです。終幕の姿も女らしくて一向に構いません。と初めて川崎が口を切った。声は朗らかで爽やかに響いた。さようでございますか。そうさせていただければ楽ですけど。いや、楽じゃありませんよ、決して、と川崎は断定的に言った。こういうふうに力を入れるとき、彼の方は火の灯るように赤くなった。一座が少し白け、増山も思わず万菊の方を見た。万菊は口に手の甲を当てて天端に笑っていた。それでみんなの気分がほどけた。では本読みをします、と劇作家は安コップほどに厚い眼鏡の奥に二重に見える突き出た目を卓上の台本の上に落とした。5 2,3 日してから、それぞれの俳優の体の空く暇を見つけて抜き稽古が始められた。顔の揃う稽古は今月の高校が終わってからの数日間しかできないので、それまでに固めるべきところは固めておかなくては間に合わない。抜き稽古が始まってみると、果たして川崎は西洋人が紛れ込んできたようなものであることがみんなに分かってしまった。川崎は歌舞伎の彼女も知らなかった。そばで増山が歌舞伎の術語の一つ一つを説明してやらなければならない。こういうことから川崎は大層増山を頼りにするようになった。最初の抜き稽古の後、川崎が一番早く先に誘ったのは増山である。増山は一概に川崎の味方になってはいけない自分の立場を知っていたが、彼の気持ちはよくわかるような気がした。この青年の理論は精密だった。心の持ち方は清潔であり、万事に青年らしく、その人柄が劇作家に愛されるゆえんがよくわかった。歌舞伎の世界に見られぬこんな本当の青年らしさに、増山は心を洗われる思いがした。増山の立場は、何とかしてそういう川崎の長所が歌舞伎のプラスになるように引き回すことである。12月高校の千秋楽の明くる日から、いよいよ顔を揃えた立ち稽古が始まった。クリスマスの2日後であった。歳末の街の慌ただしさは劇場の窓、楽屋の窓からも感じられた。40畳の稽古場の稽古場の窓際に粗末な机が置かれている。窓を背にして川崎といわば舞台監督の役を務める作者部屋の増山の先輩の人とが座る。増山は川崎の後ろに控えている。俳優たちは壁際に座り、出番になると中央へ出て行き、忘れたセリフを舞台監督がつけるのである。川崎と俳優たちの間にはしばしば火花が散った。そこのところ河内へなと言ってしまいたいというセリフのところで、立ち上がって上手の柱のそばまで歩いてください。ここはどうも立ち上がれないところですがね。なんとかして立ち上がってください。苦笑いをしながら川崎の顔はみるみる埃を切りつけられて青ざめてくる。立ち上がれっておっしゃったって無理ですな。こういうところはじっと腹に溜めて物を言うところですから。そこまで言われると川崎は激しい焦燥を表して黙ってしまう。しかし万菊の時は違っていた。川崎が座るといえば座り、立つといえば立った。水の流れるように川崎の言葉に従った。万菊がいかに気の入っている役だとはいえ、いつもの稽古の時とかなり違うのを増山は感じた。万菊の第一条の出番が終わって再び壁際の席へ帰った時、
増山はちょっと用事に呼ばれて稽古場を外していたが、帰ってきてふと見ると次のような情景が目に入った。川崎は机にのりださんばかりにして稽古を凝視している。長い髪が垂れているのを払うともしない。腕組みしているコーデュロイの背広の肩先が怒っている。彼の右手には白い壁と窓がある。歳末大井出しのアドバルーンが作風の吹きすさむ晴れた冬空にかかっている。冬の硬い白木で書き直ったような雲がある。古いビルの屋上の小さな森と稲荷神社の小さな赤い鳥居が見える。そのさらに右手の壁際に万華鏡が頓挫している。台本を膝に置いて木崩れのしない正しい襟元の利休ネズミを見せている。しかしここから見えるのは万華鏡の正面の顔ではなく、ほとんど横顔である。目がいかにもないで、柔らかな視線が川崎の方へ向いて動こうともしない。増山は軽い旋律を感じ、入ろうとしていた稽古場に入りかねた。6。増山は後で万華鏡の楽屋へ呼ばれたが、くぐり慣れたのれんをくぐるとき、いつもとは違った感情の引っかかりがあった。万華鏡はにこやかに紫の座布団の上で彼を迎え、楽屋見舞いの海心堂の歌詞を彼に勧めた。今日の稽古はいかがでした？はあ、増山はこの質問に驚いた。万華鏡は決してこの種の質問をする人ではない。いかがでした？あの調子ならうまくいくと思いますが。そうでしょうか。川崎さんがあんまりやりにくそうでお気の毒だわ。バツバツ屋さんも三角屋さんも少し傘にかかった言い方をなさるもんだから、私ヒヤヒヤして。お若いでしょう。私自分でこうしたいと思うところも川崎さんのおっしゃる通りにして、私一人でも川崎さんがなさりいいようにと思っているのよ。だって他の方々に私から申し上げるわけにいかないし、普段やかましい私がおとなしくしていれば他の方々も気がつくだろうと思います。そうでもして川崎さんをかばってあげなければ、せっかくああして一生懸命やっていらっしゃるのにね。え、増山は何の感情の涙じもなしに万華鏡のこの言葉を聞いていた。万華鏡自身が自分の恋をしていることに気づいていないのかもしれなかった。彼はあまりにも壮大な感情にならされていた。そして増山はといえば、万華鏡の中に結ぼれたある思いはいかにも万華鏡にふさわしくないように思われた。増山が万華鏡のうちに期待したのは、もっとずっと透明な、ずっと人工的な美的なものの感じ方ではなかったか。万華鏡はいつになくやや横座りに座っていた。なよやかな姿に一種のけだるさがあった。鏡には七方の花瓶に生けた深紅の感激の小さい密集した花々と青々と反り上げた万華鏡の襟足が映っていた。舞台稽古の前日になると川崎の焦燥ははためにも痛々しかった。稽古が済む、待ちかねていたように増山を酒に誘う。増山には用事があった。そこで2時間ばかり後に川崎の待っている酒場へ行った。大晦日の前の晩だというのに酒場は混雑している。スタンドで一人で飲んでいる川崎の顔は青く、酔えば酔うほど青くなるたちである。入りしなにその青い顔を見た増山は、この青年からかけられている自分の精神的負担が不当に重すぎるような感じが気がした。二人は別々の世界に住む人間だったし、青年の困難や悩みが礼儀上それほどこちらへまともにかかって来られる言われはなかった。果たして川崎は心安立てに増山をコウモリだの二重スパイだのと言って絡んだ。増山は笑って受け流した。この青年と一つ六つしか年は違わないが、増山にはすでに分け知りの世界に住んでいるという自負があったからである。とは言うものの、増山は苦労を知らない。
あるいは黒の足りない人間に対する一種の羨望を抱いていた。彼が歌舞伎の幕内にいて大抵の中傷に平気になっていることは、卑屈と言えないまでも自分を滅ぼすような誠実さとは縁のない人間であることを示すものであった。僕はもうすっかり嫌になりましたよ。初日の幕が開いたらどこかへ雲隠れしたいくらいだ。こんな嫌な気持ちで舞台稽古に臨むと思うとたまらない。今度の仕事は僕のやった中で一等ひどい仕事だと思う。もうこりごりだ。もう決して二度とこんな別世界に飛び込まない。だってそんなことは初めから大抵予測がついていたんじゃないですか。進撃とは違いますからね。と増山は冷淡に出た。すると川崎は意外なことを言い出した。僕は中んずく万劇さんがたまらないんだ。本当に嫌だ。もう二度とあの人の演出はしたくない。川崎は見えない敵を睨むようにタバコの煙が渦巻いている酒場の低い天井に睨んだ。そうかな。私はあの人はよくやっているように思うんだが。どうしてです。あの人のどこがいいんです。僕は稽古中にごてて言うことを聞かなかったり、嫌に威嚇的に出たりサボタージュをしたりする役者にはあんまり腹も立たないけれど、万劇さんは一体何です。あの人が一等僕を霊笑的に見ている。腹の底から非妥協的で僕のことを物知らずの小賊子だと決めてかかっている。そりゃあの人は何から何まで僕の言う通りに動いてくれる。僕の言う通りになるのはあの人一人だ。それがまた腹が立ってたまらないんだ。そうか、お前がそうしたいんならそうしてやろう。しかし舞台には一切私は責任は持てないぞ。とあの人は無言のうちにしょっちゅう僕に宣言してるようなもんだ。あれ以上のサボタージュは考えられんよ。僕はあの人が一等腹黒いと思うんだ。増山は呆れて聞いていたが、この青年に今真相を打ち明けることははばかられた。真相とはいかぬまでも万劇が川崎に持っている好意を知らせるのもはばかられた。生活感情のまるで違う世界へいきなり飛び込んで感情の反応の仕方がわからなくなってしまった川崎は、それを聞かされてもまたぞろそれを万劇の策略と取るかもしれない。この青年の目は明るすぎて理論には秀でていても芝居の裏の暗い美的な魂を覗くことはできなかった。7。年が明けて曲がりなりにも初芝居の初日は空いた。万劇は恋をしていた。その恋はまず目ざとい弟子たちの間でささやかれた。たびたび楽屋へ出入りをしている増山にもこれはいち早く分かったことだが、やがて蝶になるべきものが繭の中へこもるように万劇は自分の恋の中へこもっていた。彼一人の楽屋はいわばその恋の繭である。普段から静かな人だが、正月だというのに万劇の楽屋は一層ひっそりしているように思われた。廊下を通りすがりに開けっぱなしになっている万劇の楽屋を増山はのれん越しにちょっと覗いてみることがある。出の合図を待つばかりになってすでに舞台姿になった万劇が鏡の前に座っている後ろ影を見ることがある。何か古代紫の衣装の袖とおしろいを縫ったなだらかな肩が半ば現れているところと、漆黒に輝くカツラの一部とをちらりと見る。そういう時の万劇は孤独な部屋で一心に何かを紡いでいる女のように見える。彼女は自分の恋を紡いでいる。いつまでもそうして放心したように紡いでいるのである。